参りました。改めまして和田アッコです。柿花忠です。アッコのいい加減に1000回生放送でお送りしておりますが、はい、今日のスペシャルゲストは佐藤浩市さんです。はい、よろしくお願いします。なんか本当に言い方変だけどラジオ向きというかそうなんですよ、うん、佐藤浩市さんが ね、こんなにお話ししてくださる方だとは知りませんでしたっていうメールがたくさん届いていてですね、ご紹介してください。でこれ長野から届いたのはコロコロコロスケさんがですね、はい、真子さん佐藤浩市さんがいらっしゃって、うん、お話をした途端に、うん、声が良くなりましたね。本当ですか。相手の体調まで良くしてしまうさすが佐藤浩市さん、さすが、ありがとうございます。いうふうにいただいておりますよ。はい、他に質問とかないんですか。いっぱい来てますね、うん、例えばですね、うん、これはサメズのクジラさんは、うん、最新映画春に散る見ました。ありがとうございます。ボクシングが本格的で、うん、一気に引きつけられました。かっこよかったですと、うん、今を生きる男たちの姿に胸が熱くなりましたと。以前イベントで佐藤浩市さんが神木隆之介さんにアドバイスをした発言がとても印象に残っていますと。神木くんがですね、何も考えてないまま30代に突入してしまって何がいいんですかねと発言したことに対して佐藤浩市さんが、うん、佐藤浩市語録としてはね、無駄に過ごす時間はあっても無駄になる経験はないっていうふうにコメントされたんですって。すごいね。はい、奥が深い。はい、ぜひ目標を持てずにいる若者がもし聞いているとしたら、うん、そういった若者へのエールもくださいというメッセージいただいてます。はあ、その言うたん覚えてます。覚えてます。そうですね、自分のポリシーですかそれは。そうですね、僕の中にもありましたね。やっぱりそうやってどうしてもこう何もせず、うん、まあ怠惰と言ってはあれだけど、それで時間を過ごすんだったらば、それが人から見たら何やってんだと思われることでも、何かアクションをした方が結局それが自分に後で返ってくるんじゃないか、うん、なるほど。そういうこと言える先輩になりたいな。私なんか12時までニュース読んでて大丈夫やと思って、目薬の時間だと思ったら鼻に刺す鼻炎の薬を目に刺しましたからね。なんやそれ。って佐藤浩市さんが本気で心配してましたからね。本当にもう大丈夫ですかって言って佐藤さんが本当に心配してるんですよ。別々にしといたのに、全然ない。いや私たちの話もそうですけど、はいはい、ほらもう皆さんそう、リスナーが聞いてみたい。この質問もね、ちょっと僕いいですか。はい、ラジオ万歳さんです、うん。佐藤浩市さんにずっと聞きたいことがあったんですが、はい、お父さんはまあ名優の三國連太郎さんですけども、佐藤浩市さんは父三國連太郎さんをプライベートでは何と呼んでいたんですかと。はい、だからその関係性みたいなものもまあ知りたいという質問だと思うんですけど、やっぱりスーさんですかって書いてあるんですが。さすがにスーさんはないですけどね。スーさんってだいぶ後じゃないですか。まあ晩年と言っちゃあれだけど、結構釣りバカにしてね、うん、まあそれでも始めたのでも厳密にわからないけど、意外にお若い時だったんだろうけど、はい、まあ昔の役者さんですからね、はい、やっぱり、はい、それでもこう卒なくというか、多分僕の年よりちょい上か、下手したらそれぐらいからスーさんやってんじゃない。釣りバカにしシリーズは1988年スタートなんだそうです。だからなんかちょっとね、一緒には住まれてたんですか。あのね、小学校5年生、まあ、一緒にと言ってもほとんどあの人うちにいなかったもんですからね。モテましたよね、女性に。まあ、女性にモテたけど、やっぱり撮影が今の時代と違って、はい、まあ、始まったらやり行きっぱなし、うん、あの地方のロケ、はいはいはい、でほとんどいなかったね。こうたまに家にいて食卓を囲んでると、なんとなく、まあ、幼年期の自分にとってはこう違和感のある、違和感、うん、いる方が違和感がある、いる方が違和感があるぐらいな、そういう風、それぐらいにやっぱりほとんどいなかった人ですからね。尊敬とかそういうのありました。いや、そういうのは感じない。それは逆にやっぱり僕はやっぱり尊敬をするというのは、自分が同じ道を志してから、うん、やっぱり三國という人間、うん、その大きさというか、うん、そういったことに対する思いはありましたけど、ね、あのね、今浩市くんもお子さんいらっしゃるじゃないですか、はいはい、それで役者さんやってらっしゃる、はい、まるで同じというか、はいはい、ね、まあ、そういう時に、あの時親父が言ってた言葉はこういうことなんだとか、同
同じことを息子さんに言ったりとかしてます？そんなことはない。同じことを、全く同じことを言ったのが一つだけ、やっぱりそれはまあまあまあマスコミなりでも言ってるんですけど、結局自分が役所を やろうと思って、父親に言った時に父親に返した言葉が、息子が僕に対して役者をやりたいと思ってるというふうに言った時に自分が返した言葉が一緒でしたね。なんて言われたんですか？あ、そうちょっと短っあだけですか？そうか、もう本当にそれしか言いようがないんですよ。反対になんで役者目指そうとしたんですか、小市君は？子供の頃は大体に、もうよく学校、ちっちゃい時に学校だろうが、その近所の、お肉屋さんだろうが、酒屋さんだろうが、バッと行くと、まあ学校でもあと友達のお母さんとかに、こうちゃんはいいわよね、役者さんになればいいんだからって言われてたことが、僕の中にはやっぱりものすごくなるんだって自分で、いや僕の中にはものすごい反発心としてあって、くっそ、当然ね、なんでそんな風に勝手に人の人生のこと言うんだよ、っていう、まあまあこんなちっちゃい時だから、役者さんイコール金持ち、映画スターっていう、要するに簡単だと思われた、っていうことに対するその反発があったんで、役者をやるということはやりたいとかっていうことは一切僕は口に出したことなかったし、当然、でもまあまあ密室の恋とまでは言わないけど、でもいずれはやっぱり自分も好きなその映画の世界の中に携わる人間でいたいなっていう思いは当然ちっちゃい時からあったんだけど、それがまあまあまあそのどの部署に自分がいるかはあれだけど、でも役者という言葉は絶対口にしなかったです。でもどっか自分の中では、その映画に携わっていきたいっていう思いが当然ありました。それで相談したら、現在の息子さんはどういう相談のされ方したんですか？いやもうほとんど一緒ですよね。でいやていうか 僕の時にやっぱり19の終わりぐらいの時に、某局でそういう風なオーディションっていうか、そういう役を探してるんだけど、一回プロデューサーと、演出家になってもらえね、もうくれるっていうことを三国のマネージャーから言われたんですよ。それで僕は、分かりましたっていうか、そちょうど夏休みで、行ってた学校、まあそれ映像の学校に行ったんですけど、まあ、そこに行ってても なんかまあまあバイトするか何かだったんで、じゃあちょっとオーディション受けてみますって言って、受けた時にちょうど三国に今でも覚えてるな、なぜか早稲田の駅、東西線の地下鉄の早稲田の駅のホームで、じゃあ僕は東西線の駅のホームで三国を何かで見送ったんだよな、その時に俺役者やろうと思うんだよって言ったら、電車が来る前に、そう、それだけって思ったけど、でまさに後で聞いて、なんでああいう言い方だったのって聞いたらば、三国が、やるんだ、でも何にもなかったらどうしようかなこの男と思ったらしいんですよ。いい話じゃないですか。それを今の自分が体験したわけでしょ、今度自分の息子から、で僕自身がやってるわけですから、やめとけとは絶対言えるわけでもないし、もうやれやれとも言えない、やれやれと言えないとはなぜかというと、僕が思った、さっき三国が思ったように、その返しろって言うんですけど、こいつも何もなかったらどうしよう。やっぱり同じように思いました。まあまあそれはそれで仕方がないな。あとはもしかしたら何か引き出してくれるその本であり演出家であり、そういう人との出会いがあるかどうかが運なんですよね。最初は当然いいスタートは切れるだろう、当然のごとく人は人を羨むスタートは絶対切れるんだから、数年はや大丈夫、でもそれは結局未来永劫続くわけじゃないんで、それを彼がどういうふうに思うかなと思うことになると、同じことをやっぱり僕も思ったのは、多分三国も同じことを思ってたんだろうな。先ほどの最初の質問ですけど、僕は公の場では三国さんとか三国と呼んでます。ですね。今の話聞いてても。今息子さんは何て呼ぶんですか？息子はやっぱりそれも聞いてるんで、逆に、でも佐藤っていうの
あまり言いづらい三国というのが、ね、一つなんかパツンとこうハマったこうピースみたいな感じがするじゃないですか、なんかだから三国っていう言い方がいいけど、はい、あ佐藤はってちょっとあんまりピンとこないんで日本で2番目が1番目でも意味落ちですね。彼は僕の方は、まあ、どこでも、まあ、親父って呼んでますし、で僕もプライベートで当然親父って言ってましたからね。あ親父さあれ何々この間どうだったってそういうふうになるほど、まあ、普段は聞いてましたからね。ただ人前に出るとやっぱどうしても親父って言えなくて、あそりゃそうですよね、先輩ですし、三国は三国さんはって言い方してました、ね、あなるほど面白い。これもね、でさらにあの他にもメールいろいろ来てるんですけど、ちょっとアッコさんは多分これすごい聞きたいことの一つだと思うんですけど、はい、歌、ああそうそうそう、ね、歌歌ってる、嘘歌ってるっていうね、そうなんか春菜さんの影響を受けて、はい、あのバーゲンセール専門家さんがですね、佐藤浩市さんの歌についてもいろいろ聞いてみたいですと、はい、アコさんと一緒に歌ってみたいとかありますか。もうこれ我が家とんでもないでおこがまして、いや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 、佐藤浩市さんがこう歌手活動されるという経緯のお話もちょっと伺いたいんですけど、うんうんはい、20代の頃に、まあ、原田芳雄さんや松田優作さんのライブを見に行くというのは普通にお客さんとしてありましたね、仲間として行かれていたということなんですね、うんうん、で当時のそういう、まあ、魅力的なアウトローな役者さんたちがみんなブルースを歌っていて、うん、で原田さんの歌にかなり衝撃を受けたというエピソードもあるんですが、それはやっぱそうなんですか。いやぶっちゃけね、あんまうまくねえなって思って、うん、その後、まあ、10年20年経ってから、うんはい、実はうちの妻の妹が、はい、吉尾さんとこの息子の健太と結婚したんですよ。はあ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 、まあまあ、家族じゃないですか、親戚、親戚、うん、でそれ親戚になって、で久々にその吉尾さんのライブをやるっていうんで、それを上杉で見に行ったんです、はい、でどうなったのって、約30年ぶりぐらいですよね、はあ、で聞いたらばあれすごくいい、へえ、やっぱ抜群になんかこう力出てくるエモーショナルなものを含めて、なんかライブの響きが良くて、うわかっこいいなとか、吉尾さんすげえ良くなったなって大変おかしいけど思って、でその吉尾氏から、こいつもうちょっと上がってみろよ、歌ってみろよっていうことを言われるようになって、ほんと50の手習いですよ、へえ、歌をやったのは。でもなんかやってみたいっていうのは、なんかもしかしたら俳優業に通じるものがあるとか、あのそれはね、正直言って、こういうこと言っちゃあれだけど、僕はまあやっぱり役者を何十年もやってて、そうするとやっぱり最初の頃にあった、もうこうあんまりこうラジオで言っちゃあれだけど、もうゲロ吐きそうなその緊張感、その本番の前の、はいはい、それがこうさすがに緊張はしてるけど、なんかそこまでの緊張感の高みというか、なんか そういうのがあんまり なくなってきていた時に、やっぱり歌をという、まあ、当然なりわいではないことをやった時に、その舞台袖でやっぱり同じようなこの絵付き方、はいはいはい、その緊張感、うん、その舞台の前には舞台出てって、それを、まあ、味わった時に、あこれって忘れてたけどあったよな、なんかその緊張感がすごく嬉しくて、いや それで次にね、一曲ね、おかけしたいんですけど、これがまた私の大好きな歌で、アニマルズの朝日の渡る家、大阪で、はい、不良をしながら歌ってた、ジャズ喫茶で歌ってた時からの歌で、はい、もう、浩市君が歌ってるっていう、これ2021年にブルーオート東京で収録された音源ということですね。はいはい、それではお届けしましょう、はい、佐藤浩市さんです、朝日の渡る家。